タコさんのラインマガジン絶対大丈夫だからいいよって言われて、ね、はい、他のエルステッパーさんからしたらすげえなっていう数字になりますし、集客とちゃんと濃いファンを作って売る。はい、どうもこんにちは、佐久幸です。今回はですね、僕のインスタグレインとラインマガジンマーケティング講座を購入して実績を出していただいたソータさんゲストにお迎えして動画を撮っていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、実際ですね、僕の講座を受けられてインスタブレイン活用していただいて7日間で5万フォロワーを獲得。これすごいですね。 LINE マガジンによって制約率の向上だったりとか、ご自身でもブレイン出されてるのでその売上を増加させたりとか、そのような実績を出していただきました。実際じゃあ具体的にどれぐらい売上上がったのとか、どんな制約率向上があったのとか、どんなことをしていったの、そもそもきっかけどういうふうにして僕らを知ったのみたいな、そんなお話をね今日は聞いていければなというふうに思ってますし、インスタのノウハウすごい持ってるのでその辺もねちょっと聞いていければなと思ってるんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ軽く自己紹介していただいても大丈夫ですか？ほとんどの人が初めましてだと思うんですけど、ソータと言います。メインはやっぱりインスタグラムっていうところでガジェットとかについて発信したりとか、あとはフリーランスの働き方について発信したりしています。他のプラットフォームでは結構インスタグラムの攻略について YouTube だったりとか、あとは Twitter とかで発信しながら自分のコンテンツだったりとか、あとはコンサルティングみたいなところで働かせていただいております。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。数値的なところから聞いていければなというふうに思うんですが、インスタ系のブレインどれぐらい売れました？そうですね、もうブレイン単体としては200部超えっていうところ200部が無事売ることができました。おいくらでしたっけあれ？今現在49,800円。おいおい稼げるじゃねえかもちろんそれはソータさんがねインスタグラム、ね、ガジェット系やったりとか、その他フリーランスの働き方やってフォロワーも多いし、あと運用代行とかもされてるんでしたっけ？あ、そうです、運用代行もだから、まあ結構インスタについて詳しくて、そしてまあそのノウハウをちゃんとこうパッケージ化できて、そして僕の LINE マガジンの講座で得たしっかり売る能力みたいなところが備わってこその結果ではあるんですが、1000万近くの売り上げを作っていただいたということで素晴らしいですねというところになります。もともとは僕の LINE マガジンの講座をやる前とかってコンテンツ販売してたんでしたっけ？一応そのコンテンツ販売をしようってなって、うん、面白い経緯というか、まず最初にインスタのブレインを出しちゃって、はい、うん、でその時にたまたまインスタのあおちゃんとつながりがあったので、その時になんか LINE とかでどうやって売ったらいいのみたいなこと聞いたら、さこさんの LINE マガジン絶対大丈夫だからいいよって言われて、もうそのままその日に買ってました。なるほど、ありがとうございますそういうきっかけで購入いただいたんですね。今は副業初めてという か若いですよね。何歳ですか？今23です。23だよ、対談する人する人年下になってきたやばいよね。確かに僕も昔はこれ驚きかもしれないですけど、昔は18歳だったんですよそう、昔は18歳でブログをやってた時は全員上だったんですけど、最近ねみんな下になってきたんだな。もともとは先にインスタグレイン購入いただいて、でそこであおちゃんのことも知ってて、あ、そうですね、インスタグレイン買って、でそれも伸びてあおちゃんと仲良くなってるから、まあ LINE マガジンおすすめされて購入されたと。実際今 LINE のリスト数でいうとどれぐらいなんですかね？今 LINE が、まあ、正確に言うと2つあって、はい、うん、インスタグラム攻略用の LINE と、はい、あとはガジェットとか幅広く取ってる LINE があって、2つ合わせると7000ちょいぐらいですね。インスタ攻略の方はどれぐらいですか？今ちょうど4100とかになりました。なるほどなるほどなるほど、いいですね。でそこで商品を売ってると。そうですね。今何売ってるんですか？ブレインだけじゃないですよ ね、 すね、常に流れるのがインスタグラムのブレインの教材になっていて、はい、定期的にセミナーとかで、まあ、コンサルの募集の時にちょっとシナリオを組み替えて、それを定期的に売るみたいな形でやらせていただきます。4000リストで200売れたら、まあ、文章だけですもんね。文章だけで売って 5% の制約率出たら、他のエルステッパーさんからしたらすげえなっていう数字になりますし、しかもそこから結構関係性も続くじゃないですか。そうですね、LINE マガジンのコースだとすごいな。言ったら4000リストで1000万の売り上げ上げてるってことですもんね。リスト価値2500円とかですもんね。いや、いいですね。しかもテキストだけっていう、これ結構制約率とかってみんな切り取る部分を都合よく切り取るんですよ。例えば私制約率6割出せますって言ったけど、それは LINE に入ってきて、そして LINE に入ってきた人の中で 10% とかがセミナーに入って、そのセミナーの中の制約率が 60% だから、実質リスト数に対して 6% しかないよね。しかもセミナーゴリゴリやってたよねみたいな感じだから、まあ、完全に文章だけで 5% っていうのはまあ結構いい数値っていう話になります。じゃあまあ
ここから講座を受けて具体的な数値の変化だったりとか、他にも多分インスタ経由でマネタイズしたりした部分もあると思うんで、そういうところを聞いても大丈夫ですか？まず簡単に、あおちゃんのブレインを買ったのがちょうど去年の6月の頃に買って、はい、まあ本当にちょうどフリーランスになったタイミングがその月で、あ、そうなんですか、ね、はい、で辞めて、うん、でそこから本気出そうと思って講座とかいろいろ買って、はい、そしたら7月の上旬にそれこそよく言ってる7日間でちょうど5万フォロワーぐらい、すごくないですか？どういうことですか？リール動画みたいな、今ショート動画来てると思うんですけど、まあ、あれの動画をこう何個か300万再生ぐらいが3つぐらい同時に出て、それで一気に伸びて実績がついたので、そこからまずはもともとブログやってたんでアフィリエイトとか始めて、はい、それでこう2ヶ月でだいたい月100に近くにはなったんですけど、やっぱアフィリエイト限界あるな、毎月これやるの大変やなって思った時に、文章書けるからじゃあコンテンツ作ろうってなって、はい、ブレインを作って、でそれを販売して、それで今度は LINE で売れないってなって、売れに出したけどなんか Twitter しかないみたいになっちゃって、ね、でそこから LINE を組んでからこう売ってってっていうので、それで合計で結構このブレイン買って何倍やねんぐらいには、ありがとうございます、感謝しかない、嬉しいですね。だからブレイン売るやつで、まあ、1000万弱の売り上げ作って、インスタ系でも毎月100万とかマネタイズできてるということで、まあ、本当に素晴らしいなと。でしかも今後 Twitter とか強化していけば、結局もう LINE マガジンやシナリオ完成しちゃったら、ツイッターあと頑張って集客口増やしていくだけで、あとは変わって揺れていくんで、かなり資産性の高いものができてますよね。そうですね、うん、じゃあ、まあ、ここから今後インスタやっていきたいなとかいう人もいると思うので、そういう人に向けての話を聞いていきたいんですけど、成果出すためにどんなことされました？そうですね、もう成果出すのにもうめっちゃシンプルなのは、自分の教材を売りたいわけじゃないですけど、1個でもいいのでちゃんと自己投資して、アカウント設計からでどうやって伸ばしていったらいいのってところを理解した上でスタートするっていうのが、やっぱ今のインスタはもうめちゃくちゃいるんで、無料の人が、逆に買った人っていうだけですごいこうパイが狭くなるんで、その中で成果出す人ってやっぱ多いなと思いますね。それこそ僕の LINE マガジンの講座とかも相当見られたんじゃないですか。僕もあのシナリオたまにいろんな人の見たりするんですけど、これは僕の血が入ってるって思うこと結構あるんですよ。LINE マガジンとか購入されてからどれぐらいで書けました？購入してから1ヶ月で合計で10何通ぐらい書いて、だいたい1記事が5000文字ぐらいなんですけど、本当にもうそこさんの書いてあるやつをスクショして、もうここに書いてある状態、この枠をでいなきゃみたいなんで、もう書いていくみたいな感じでしたね。今ツイッターのフォロワーってどれぐらいでしたっけ？そうですね、今700人ちょい。すごくないですかこれ？あ、でも1回凍結されたんですか？1回凍結されました。凍結される前は？前は4500人ぐらい。あ、でも4500人のフォロワーで LINE に4000人はすごいな。そんな行きます？ツイッターと、はい、まあ、いわゆる今 YouTube もありますし、 あとは Instagram の方のアカウント、そのインスタ攻略のアカウントもあるんで、そこからこう集める感じなんで、その分ちょっと出やすいなって感じですね。まあ、でもツイッターフォロワー4000人とか4500人とか、今新規のアカウント700万で、まあ、ちゃんとこれだけブレイン売れてるのはやっぱりちゃんとしたセールスの技術を学んでるし、まあ、マネタイズに関してもあのしっかり学ぶ姿勢があるからだなというふうに思うので、さっきね別の人も対談したんですけど、その人もなんだかの1700フォロワーとかで月に1000万以上の売り上げ上げてるんですよ。だからやっぱフォロワー数じゃないんだよっていう、この時代ね、今もう SNS 戦国時代みたいになってるじゃないですか。フォロワー数でぶん殴るのはもう疲れたよみたいな感じにもなるし、で結局稼ぐにあたっては意外とそんなにフォロワー数いらなかったりもするんですよね。ちゃんと顧客に価値提供できて、それこそさっき対談した人とかって薬機法をかけるマーケティングとかセールスを教えるみたいなんで、健康食品メーカーとか化粧品メーカーのから受注してセールスライティングをしようねみたいな講座を売ってる人なんですよ。そういう人だって1700フォロワーもいたらまあまあまあ稼げるわけですよ。そういう風なロジックをちゃんと持てる人とかが今後やっぱ強いなっていう風に思うので、まあ、それこそ今回のソータさんの例だったらインスタっていうところで集客の方法を学んで、そして僕の LINE マガジンマーケティングマスター講座でどういう風にして高制約率で商品を売っていくかとか、煽ったりせずにとか、顧客の信頼を大事にしながら商品を売ることができるのかみたいな技術を身につけられたの、この集客とちゃんと濃いファンを作って売るっていう、この2軸を学ばれたのはめちゃめちゃ良かったんじゃないかなという風に僕も聞いてて思いました。ありがとうございます。今後ちなみにどうしていくんですか？今後はこのいわゆるインスタグラムってところのコンサルも当然最近だとちゃんとしたコンサルティングみたいな人が逆に減ってて、まあお金だけ儲ければいいやみたいな人もどうしてもこういうインスタ稼げるみたいなところがあるんで、やっぱまあ僕たちみたいなこうある程度顔出しもしてるし、伸ばしてあってちゃんとアカウントを公開してる人から襲われる環境みたいなのを広めていきたいなっていうのと、フォロワー伸ばしたけど稼げませんみたいな人たちもめちゃめちゃ多いんで、そういう人たちのマーケティングみたいなところをちょっと手助けするとか今後やっていきたいなって思います。なるほど、
素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃああとまあ3つぐらい質問させていただいて終わりにしようかなと思うんですが、うん、記事を購入する前の自分ですよね。それこそインスタブレインを買う前の自分だったりとか、うん、まあ、LINE マガジンマーケティングマスターコースを買う前の自分に会いに行けるとしたらどんなことを伝えたいですか？そうですね、もう間違いなく言えるのはもう考えずに買ってくれっていうインスタブレインっていうのもやっぱりその青ちゃんとかその当時は知ってはいたけど、うん、やっぱ会ったこともないしみたいなんで、はい、本当にお金払って大丈夫かなみたいなところがあったんで、それで買ったらやっぱ良かったみたいなところがあって、うん、LINE マガジンってところも結局 LINE ってどうなんだろうみたいなんで、うん、すごい迷ってた自分がいたんで、はい、まあ、そこで思い切って買った結果めっちゃ上がったんで、うん、もうそれだったらもう迷わずに買ってほしいなっていうのは絶対に伝えるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、それこそソラさんも対談したんですけど、はいはいはい、その時にソータさんとアオちゃんから LINE マガジンマーケの講座めっちゃいいよってお勧めされたっていうのを言ってて、はいはいはい、オフラインとかリアルの世界でお勧めしていただいてるっていうのはめちゃめちゃ助かりましたね。いや、ありがとうございます。本当にめちゃくちゃその3人で会った時に、うん、なんか2人して絶対やった方がいいみたいななんかマルチの勧誘みたいな感じの行動相当しちゃったんですけど本当にそう言っていただけてありがたいです。じゃあちなみにこれもし購入しなかったらどうなってたと思いますかね？そうですね、いやシンプルにマジで購入しなかったらぶっちゃけ本当にインスタ伸びてないし、うん、今ってまあありがたいことでこういろんな方とこうお会いできたりもするんですけど、はい、やっぱそれがなかったっていう状態考えるとやばいですね。インスタ自体をやってたんですよね。実際どれぐらいの変化なんですか？今だと、まあ、7日で5万人増えたっていうのはもちろんあるんですけど、はい、インスタブレイン買う前と今で比較するとどれぐらいのフォロワー、実際に今って運用代行やったりとか別のいろんなアカウント作ったりしてるんで、はい、まあ、総フォロワーで言うと大体、まあ、全メディア合わせると17万ぐらいいるんですけど、17万、うん、それ以外のその前の時とかは、うん、インスタとか本当9ヶ月ぐらいやって、うん、3000人とかで、マジですか？すごいな。これサムですよ編集者さん。3000人から17万人ですよ。マネタイズもしっかりできて、だってこれもしこれ3000人だったらフリーランスなってないっすもんね。いやぶっちゃけ正直やばいですね。そのままやったら絶対なってないっす、ね、なってないっすよね。あれ就職はされてたんでしたっけ？少しだけしました。いやまた自由な人を生み出してしまいましたねじゃあ最後この講座買おうか迷ってる人いると思うんですよ。どんな人にこの講座を紹介したいですか？そうですね、まず一つは僕と同じようにこうインスタ伸ばしたけど LINE とか活用できてない人って、うん、やっぱすごい周りにいて、はい、それこそオフとかで結構バッた人とかに LINE いいよって勧めるんですけど、やっぱりなかなかいやーみたいな人がいいんで、なんかそういう人にこういうセールスがちゃんとあるんだよっていう可能性を普通に伝えたいなっていうのが一つと、はい、あとはシンプルにもう本当インスタ頑張りたいとかっていう人は別に僕じゃなくて全然その青ちゃんのでも全然いいので、はい、そういう何か一個インスタブレインみたいなところは絶対買った方がいいなと思ってます。ありがとうございます。ということでね、まあ、今回はインスタのうちのブレインですね、青ちゃんと一緒に協調でやってるブレインと、あと LINE マガジンマーケティングマスター講座購入いただいて、まあ、結果を出していただいたソータさんゲストに迎えして動画を撮ってきました。で、まあ、今回ね動画で紹介させていただいた青ちゃんのインスタブレインと僕の LINE マガジンマーケティングマスター講座、概要欄の方にリンク貼っておきますので、まだ購入しないよとか、ね、さっきのに当てはまる人、インスタ運用者で、まあ、LINE 活用できないなとか、インスタそもそも戻したいなって方は概要欄からチェックしてもらえたらなというふうに思っております。あとソータさんもね結構インスタ運用だったりとかフリーランス向けの発信されてますので、ソータさんの Twitter リンクとインスタのリンク、あと YouTube のリンク、その他ねソータさんが出してるブレインとかも概要欄の方に貼らせていただきますので、そちらもね合わせて見てみてもらえたらなというふうに思っております。ということでソータさん、今回お忙しい中対談ご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。